で、大谷さんは誰がついてんのと。最終的に見えたのは、300年前のイギリスの。今日はなんかちょっとセットが変わってる。ね、なんか座る位置も違って、なんかちょっと。石を真ん中に持ってきて、皆さんにパワーを。あ、すごい。見てるね。パワーをいただこうかと。いただくよ。送ろうかと。送ろうかと。え、っていうか、これって本当に、こうやってパワーを送ることっていうのは可能。できますよ。あ、すごい。星から、これシトリンという石です。こちらはアメジストですね。はい、そしてここにいるのがソーダライトの。かわいいね。のハイライトですね。世の中不景気だからね。ソーダライトもハイライトもお金がもらえるように。はい、幸せがもらえるように。不景気だけどさ、もうすごい嬉しいことがあったじゃない？あれかな？あれですよ。WBC。はい。本当におめでとうございます。もう日本全国にも明るい話題を本当にあの振りまいてくれました。大谷選手が MVP。本当にそうなんです。もう大谷さん、あやねの旦那さんになってくれないかなってもういつも狙ってたんですけどね。まあでもその大谷選手ね。はい。今回はやっぱすごい大活躍。本当にそうです。はい。皆さんどう思いました大谷選手見て。本当そうですね。打ち方といい、飛び方といい。っていうかさ、野球の技術もすごいんだけど、もう人間性。うん、何ですか、あのどうやったら子育てしたらああいう風な子ができるんだろうって思いますもん。今回ね、やっぱりそのメジャーにいる時の大谷さんとは違う、はい、そういう側面がいっぱい出た、はい、今回の WBC。 そうなんです。なぜかというとやっぱり彼はね、後輩とかね、うん、あのそういう人たちに気を使って、まあ、いわゆる日本とチーム一丸となって盛り上げようっていう気持ちでやってらっしゃる、はい。だって投げるたびにおたきびあげてましたよ。そうなんですよ。最初なんか鹿がいるのどうなのみたいな、そんな感じでずっと声が聞こえるから、あの映像から、はい、おたきびだったんだよね、投げるたび、世界でね、やはりあの当然その大谷選手っていうのは素晴らしい名選手だ、うん、まあ、もうもちろんもう、ね、どの解説者もね、はい、いろんなところで言われてますけども、僕が最もすごいなと思ったのは、落合選手たちがやっぱすごいよねっていうことを、あ、おっしゃってるわけですね。おっしゃってるんです、うん、それって、まあ、世界と日本で比べたらどうなると思うかもしれませんが、うん、僕ら世代からするとあんまり褒めない、 ああいう名将、はいはい、自身もあの活躍した選手なので、うん、三冠王なので、うん、そういう方が大谷はってすごいよねっていうふうに言うのを聞いたときやっぱすごいんだなと思いましたね。私はあの韓国の人たちが野球イコール大谷とかっていうふうにもうつぶやいているのをやっぱり聞いて、なんかこの人って本当にこの世界を、特にアジアを、アジア圏をつないでいける人なんだろうなって、この人こそ平和な人なんだなって思って。もちろんそのダルビッシュとか、うん、はいはい、もういろんな選手もいて、ね、ダルビッシュが今回は調整もね、あんまりせずに、そう、あの皆さんの面倒見たおかげで、ね、そうです、中途半端な感じで登板、うん、なりましたけどね。でもやはり大谷さんあっての今回は WBC だったね。そうですよね、気がします。はい、でそんな中で、うん、やっぱ春さんといえば、はい、で大谷さんは誰がついてるの、守護霊気になりますね、なるね、これね、実は、はい、来る前にこういうこと言われると思ったから調べたんです、はい、そう、分かりづらかった。え、どういうこと？あのね、練習した時に普通すぐパッパッパッと浮かぶの、うん、これ分かりづらかった、分かりづらくて20分ぐらいかかったんだけど、最終的に見えたのは300年前のイギリスのクリケットの選手がついてるんです。クリケット、あのスポーツのクリケットですか、はい、でものすごい強い選手、有名だったんですよ、300年前、はい、だけどその選手がついていらっしゃって、うん、まあ確かになと思ったのは、自分ちょっと野球やってたんですよ、だから分かるんだけども、うん、日本のいわゆるプロ野球選手も普通のアマチュア選手もそうですけども、うん、バッティングの振りってね、はい、上から下なんですよ。そうね、はい、なぜかというとその方が力がない選手でも、うん、振り落とす力で飛ぶんですよ。なるほど。でも大谷選手は全部アッパースイング、あ、基本は、うん、であれは日本の球界であれやると
ダメだよってまず注意されるバッティングフォーム。うーん、まあ、でもずっと彼はこれで結果出してるでしょ、うん、でもこれ打ち方ないこと似てない、クリケットなんです。へー、なるほど。そうだから、なるほど、ついてる人がクリケットの選手だからバッティングの中にクリケットに入れてるんだなっていう感覚があります。なんかすごいね。すごいね。そうです。だからそこはやはり、まあ、いろんな方々がいろんなことを今その評価出しますけども、はい、考えてやられてると思うんです、うん、でそういうふうに考えてるバッティング、はいはい、でから二刀流なので、はい、ピッチングに関してどうだろう、うんうん、そしたらクリケットの選手がじゃあピッチングやってんのかっていう話じゃないですか、うん、はい、そこをずっと見てても見えなくて最終的にちょっと良くないんだけど、大谷選手の本人にも聞いてみたんですよ。え？本人の意識に飛んだんですか？飛ばすことできる、あんまりやらないのよ、はい、ってことしないんだけど、やってみたらうまくつながって、はい、面白いこと言ってた。マウンドに立つじゃないですか、投げるぞっていう時にここに投げたら打たれないってこと分かるらしい、投げる瞬間に分かるんだ、もう投げる直前で分かるらしい。すごいよ、ね、何ですかそれ。霊媒ですよ、ある意味霊媒さんです、まあ、もちろん地球人じゃないです。自分でもなんでそれが浮かぶのか、うん、どうしてそして思ったところにボールが行くかは分かんないって言ってました。だからもうほとんどだから結局自分自身の力でやってるっていう方には意識ないでしょうね。へえ、新人類の大谷さんだなって感じしますけど、うん、どう見てて、今回見た試合見ました、ダイジェストだけど見た感じどうだった。いや、なんか本当漫画みたいだよね、漫画を超えてるっていうか、うん、なんかそのタイミングでそのメンタル保てるのもすごいし、そうなの、本当にすごいな。あんまりそのテレビのニュースとかでもしくはその試合中にはね解説少ないと思うんですけども、うん、当然大谷が一番打てるって分かってるわけです、うん、そしたら各チームは研究するんですよ、うんうん、大谷さんという人どんな風に投げていってどうである、うん、もしくはバッターでもそうだけども、どんな風になとこが得意とか、そういうところをみんなが攻略した中であんだけ打てるっていうのはすごいと思います、ね、攻略され尽くしてる、うん、上を行くわけで、結局長打を打たれないように投げてきたので、うんうんうん、あともヒット狙いしてましたよね、最終的には本人は、あ、もう長打が無理だったらここで行こう、あそこで行こうっていうのは3試合目4試合目はもうだいぶ攻略されてたので、そういう意味ではいいところで本当に打つし、すごい、あと足が長いよね、でかいね、2メーターぐらいあるのかな、もしかするとね、すごい、ね、190センチ以上あるよね。でももうダルビッシュさんもでっかいから、うんうん、やっぱり2人並んでる と,、ね、出るとちょっと全然ね違和感はないけど、そこにね違う日本人の選手が入るとこんなに大きいのこの2人っていう、うん、まあ、ダルビッシュもすごいですよ。そうですよね、やっぱりダルビッシュ選手のような人がいて、うん、彼も今度6年契約またやったんですね、おー、40歳まで投げるって決まったんですけども、やはりああいう先輩がいて、うん、また大谷さんがそこに続いているっていうのはすごいですね。ね、でその大谷さんたちを見て佐々木選手とか、うん、今のもう20代のもうアイヌ世代のよりも若い人たちがまた育っていって、うんうん、それを見た小学生がまた新しく ねやってるとか、今度でもまた佐々木朗希選手もね見たいです、ね、すごかったですよね、うん、この回ではありませんが、うん、佐々木さんも見てみたいです、うん、みんなすごかった、うん、とにかくある意味もしかすると佐々木さんはまた違うタイプの、うん、ね、しぼりさんついててまた違う感じに出ると思うんですけど、うん、今回すごく悔しがってたから、うん、まあ打たれたこと ね、はい、まあ、でもいずれにしてもポーカーフェイスというか、うん、あまり喜びを表現しない大谷さんだったけども、うん、今回はまあ後輩のために、チャーミングな一面をねいっぱい出した、はい、でも自分が投げたり打ってる時には意外とポーカーフェイスだったと、うん、だし鼓舞するところあえてこう出してたじゃないですか。そうですね、そういうところもね大リーグではそんな、うん、メジャーではあんまりないのかなって思うから、だから海外に行かれて、まあ、こう言ったらですけどもだいぶ成長したのかな、うん、人間的にもっていうことですよ ね、まあ、今後の大谷さんのね、うん、活躍に注目して、はい、みんなでね、あ、クリケットをやってんだ、はい、だからこの打ち方なんだっていうふうに、うん、たまに見ていただけると嬉しいなと思います。